レレトロハートミュージックのドンとやってみよう。はい、2018年11月号始まりました。ウクレレとレトロをこよなく愛するレレトロハートミュージック、ウクレレ担当のヒデピンです。ボーカルのピノノワルです。よろしくお願いいたします。さてさて、11月、今回はですね、まあ、11月といえば、はい、あの毎年恒例の尾崎豊祭りというのをね、はい、はい、やっていたんです。で、はい、今月もやろうかと言っておりましたが、はい、だがしかしでございます。はい、事件ですよ。あの、私たちがちょっと忙しくてですね、まあ言い訳はできないんですが、まあ一曲しか、曲をちょっと私の方が覚えられなかったということでですね、はい、祭りではないんですが、尾崎豊さんの曲をまず一曲と。そうですね、はい、それで、はい、ちょっと過去にも演奏したやもしれぬ私の、はい、オリジナルの曲ですね、はい、はい、この2曲で、はい、申し訳ございませんが11月号で、はい、はい、お届けしたいと思います。では1曲目、はい、尾崎豊さんの、僕が僕であるためにをお届けします。はい、これはですね、彼のファーストアルバムの B 面の最後の曲です。アルバムの最後を飾る曲ですね、はい、1983年なんですけど発売されたのが。あのアルバムには15の夜とか17歳の地図とか、あの皆さんも聞いたことがあるかもしれない曲がいっぱい入ってるんですけども、我々もねその中から今まで街の風景、ほうほう、 I love you、はい、あとなんだ、オーマイリトルガール、はい、この辺は、はい、カバーしてまいりました。じゃあ結構このファーストアルバムからのカバー多いんですね。なんと今回4曲目のお届けということになります。でこの曲はですね、まあ、発売された後にミスチルさんとか中村レミさんとか後年カバーされてたり、うんうんうん、なんかドラマの主題歌でちょっと使われてたりとか、うんうんうん、皆さんもまあ耳に馴染みのある曲なんではないかと思いますので、ぜひお楽しみにお待ちくださいませ。ということで2曲目、はい、2曲目、はい、これはですね私のピノノワール、はい、オリジナルですね、はい、作詞作曲をさせていただきました、はい、タイトルはカノンというね、はい、はい、クラシックのねパッヘルベルのカノンというのがあると思うんですけれども、そうですね、もうあの曲がやっぱ大好きで大好きで大好きで、まあ最初作った時はあの、はい、もちろん自分弾けないのでね、それは、はい、なかったんですけれども、はい、最初からこの間にカノンを入れたいという構想はありまして、でヒデビーさんにお願いしたら、うん、ちょっとじゃあ頑張って弾いてみようかなとおっしゃってくださったので、今日はねそれは大きな間違いですね、そのカノンが入っているやもしれない、はい、入っているやもしれないバージョンで、バージョンで、はい、お送りしたいと思います、はい、多分これ作ったのは2006年とか7年あたり、ね、これどんな曲でしたっけ。これ内容的にはまあ、作ったのはそのバレンタインデーの時にですね、はい、女の子、可愛い女の子が待ち合わせして、はい、いる姿を見て、あ、可愛い、そうですね、可愛いなと思って彼氏を待ってたわけですね。そうですね、素敵だなと思って、その待ち方がやっぱいじらしくて可愛かったんですよ。こう手荷物を持ってプレゼント、彼にあげるプレゼントを持って、それがこうね人混みの中バサバサこう当たるわけですよ。したらもうその中身をね、もうこの野郎なんて彼女はそんなことはしませんよ、もう、あ、もう大丈夫かなって、プレゼント崩れてないかなって見て、ほっとした顔でまた待つんですよ。もう可愛いと思って、ね、でもそれでね、あの素敵だなと思って作った曲なんですけれどもね、うん、でもあのクリスマスとかにもねちょっと合いそうだなと思って、うん、ちょっと今時期に歌ってみようかなと思って、来月に撮っとけばよかったですか。あちゃーまあまあ、そんなことでですね、はい、出し惜しみせずにね、やっていきたいと思います。オリジナル、少ないオリジナル曲の一曲を、歌わせていただきたいと思います、はい、ということで今回、はい、レレトロ史上初、はい、2曲ということで、厳選の2曲ですからねビートルズもハワイアンもナッシングですよ、厳選の2曲でお届けしたいと思います、はい、精一杯お楽しみいただけたらと思いますので、はい、それでは1曲目、尾崎豊さんの僕が僕であるために、はい、で2曲目は、レルトロハートミュージックピノノワール作詞作曲のカノン、はい、聴いてください、はい、ではどうぞ。
すれ違う悲しい生き様にため息漏らしていた。だけどこの目に映るこの街で
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、2曲ともね、あの曲長めだったので、まあ、いつもと同じぐらいの長さ聞いていただいたんじゃないかと思いますけど、結果的にはね、いつものドーンの時間になったかもしれませんね。お楽しみいただけたのであれば幸いでございます、はい、というわけで、はい、レレトロハートミュージックのトロテってみよう。また12月にお会いしましょう。はい、アロハ。